大きい。ここで秋の親場を流すことに成功しました。秋はチャンスでのいいシャンテンだっただけに少し悔しい。ただまだまだ点差は近いです。何の2曲。フェニックス魚谷の親番です。ドラはパー1。さあここでの加点は上を狙うなら必須。ハイパイはピンズ1ミンツ。ドラはありません。ちょっと苦しい形もありますが、まずは作っていきましょう。ドラドラ赤。うわ早いよこれ。いいシャンテンじゃないですか。これは早すぎる。格差社会だ、はい、圧倒的。アキさんとの点差が近いからリーチありそうですね。ここ引き離す。ちょっと火力高すぎますよ。またこれ力入ってるしね。だって玉点でも8000ありますもんねこれ、うん、どうするんだろう。いやね、堀も悪くないんですよ。秋も悪くないんですよ。親の大谷が一番厳しい。というかここが良すぎる。パンパンで受けていきます。堀も2メンツ、赤もあります。しかしながらね、松本さんの手形がですね、早いし、ね、シャア2枚切れで何も1枚目はポンしてないんですね、秋は。もうこれだって松本のすごい高いテンパイがいつ入るかみたいな視点になっちゃいますもんね、今のところは。堀さんが追いつけるかどうかぐらいですかね。ですね。もうね、2枚目の難をポンすると勝機ありかもしれません。松本は他を引き離す絶好のチャンス。堀追いつくか。2面できた。これだいぶ仕掛けやすくなりましたね。そうですね。これで上がりの形がかなり想定できるようになりました。3万先に切る。ピンズ5667で持ってますけど、まあ、難を鳴かない形に持っていくこともあると思うんですね。面単品とか狙えるんで。なるほど。その時はもう難が川に並ぶわけですね、はい、来た。あすごい数万引いてる。これでくっつきのいいシャンテンです。345の3色の可能性も嘘引きなので残る、はい、これですね、はい、一旦ローマン切ってこの後難難と切ると安全に進めることができます、はい。きついけどやるしかない。パーソーは3色の種で置いていたか。ここでさようならです。見ちゃって来ない来ない。なんか変わってないですね。全く変わってない。魚谷もいいシャンテンまで来ている。みんないいシャン、あ違う、秋だけにいいシャンテンか。いやでも悪くない。なんか足並み揃ってきました ね。ただ何を出て、何が出てどうするかっていうのありますよね、秋さんは。両面とは付き合っていくのか、まあ、泣かずにピンフやら単品目指すか、さあ松本そろそろ、いやまだ切らない。シャンポンの受けも逃したくない。あの人ずっとつもぎりしてますけどそうですね、みたいな気持ちにもなりそうです。他の人の目にはどう映っているのか。お、いいぞいいぞ。ピンフになりそうかな。これで両冠両面。まさか魚谷一番手があるのか。これはあるかも。何2枚目ポンしました。役をつける。あとは両面選びです。ピンズを外していきます。イースーマンと両ウーソーのいいシャンテン。いつテンパイするのここは。力入ってましたね。寒老荘、寒老荘一旦取りますか、はい、単葉赤寒老荘です。老荘はここに2枚、魚谷にも1枚、山に残り1枚です。いつテンパるんだ本当に。3色だと泥出ちゃうな。そうですね、うん、ここでウーマン離しました。寒老荘の堀、ここがなんとテンパ一番乗りでした。難をポンしている秋、うん、堀さんパーソー引いて6球層でリーチ行きたいですかね。あ素敵ですね。金魚三色、うん、高め単野を確定。嬉しすぎる、はい、なぜこうなってしまった。なぜここまで長引いた。
あ、これでも高め単品3色リーチですか。サブロースお待ちです。酸素はもう2枚出てるんですね。そうですね、自分でも使っているということで酸素残り1枚、秋が持っています。サブロースお待ちのリーチ、酸素山にない老僧の1枚ということで状況は変わっておりません。いやなんということだ。ここは冷静に止めていく。ラスト1枚魚谷のところにすぐ流れてきました。そして松本、あのハイパイをもらって、まだこの順目で転敗していない。我慢しましたね、はい、やっぱり2位までが相当遠いということも大きいと思いますね。そして4着回避を争っているライバルのリーチ、魚谷にとってはやっと、あ、来た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 、満を持してのおっかけリーチ、スーチーマン待ちです。サブロースを山にゼロになっています。スーチーマンはここに1枚来た。あ、チーマンのぐらった数万残ってますね。数万2残ってます。数万2枚残ってる。さあ松本それが来ない。すごい力入ってる、もうすごい大変な。いや堀としては恐ろしい追っかけリーチが飛んできました。トップ目から振り下ろされたリーチ棒。大谷さんもいいジャンテまで来たけど、来たけどこれ入り方で、でもチーマンいないんですもんね。きつい、きつすぎる。二軒リーチに挟まれました。ドラパーワンだしね。ドラパーワン、ウーソーとかいけますか。ソーズ多少周りが見えてるのはソーズですかね。ローソーが急走が通ってて自身の目から、いやきついな、でもいやきついな。うーん、ローピン、ここはおとなしく行くことにしました。積もった3600、少々長引きましたがここは3600。リーチツモピンフドラドラーか。親かぶりで魚谷さんが下になっちゃいましたか。そうですね、500点ほど下に行ったでしょうか。そして松本は6万1900点持って親番を迎えます。阿部松本、前回シアトリさんがラストだったからね、トップと欲しいですね。そうですね、ちょっとね、あの最近低迷が続いていただけに、ここがねまた起爆剤になるでしょうか。何の3曲、松本の親番ドラはパワー1です。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。